アレクサンドル・ブースチンアレクサンドル・クジミーチ、ブースチンは、旧ソ連邦を呼び、ロシアの作曲家。日本では、ウスティンと紹介されることが多い。最初は、地方の音楽大学で、グリゴリー・フリートに作曲を支持するが、後に、モスクワ音楽院で、ブラジーミル・フェレイに支持して1969年に、終了した。1969年から1974年に、 かけて、ソ連ラジオ局の音楽部長を務め、1974年からは、モスクワの楽譜出版社ソベツキー・コンポジトルに、編集者として勤務した。夫人のマリナ・イエリアノバもモスクワ放送局の音楽部長である。息子ユーリは合唱団、アンサンブル・マドリガルの団員で、即興演奏家としても活動している。ブスティン作品の録音に、ユーリが起用されて、 即興演奏を行うこともある。テルミンのプロ奏者でもある。作曲家としての活動は1963年に遡る。しかしながら当人は1972年以降の作品のみを承認しており、それ以前のものは認めていない。ブスティンの音楽語法は楽曲のテクスチュアの際だった組織化が特徴的である。 ブスティンも十二音技法を用いはするが、独自の方法によっている。最初の重要な作品は1970年代半ばに作曲されている。木管楽器と金管楽器、打楽器のために作曲され、音師グリゴリー・フリートに検定された8分ほどの長さの言葉とバリトンと弦楽四重奏のために作曲された3分ほどの長さの ボリス・クリュズネルを忍んでがそれである。その他に印象深い作品に、マタイ福音書、第五章を用いて、ボーイ・ソプラノと室内アンサンブルのために作曲された、魂の貧しき者に幸いあれが挙げられる。歌劇、恋する悪魔は、ジャック・カゾットの同名の小説をもとに、ブラジーミル・ハチャトゥーロフが作成したロシア語の台本によっている。 1975年から1989年までのおよそ15年間の苦心の作でおそらく最も重要なブスティン作品のうちの一つである。にもかかわらず恋する悪魔は未だに舞台化されていない。恋する悪魔の素材は同時期に創作された多数の楽曲の母体となった。ブスティンの作品はクレメラータムジカ。 ロッケンハウス室内学フェスティバル、モスクワフォーラム、モスクワの秋、ドナウエスンゲン音楽の日々、チューリヒゲンダイ音楽の日々、オランダ音楽祭、第14回ベルリン音楽ビエンナーレなど、しばしば多くの主要な音楽祭のプログラムに取り上げられている。ブスティン作品を取り上げてきた指揮者や演奏家に、ラインベルト・デレーウや、レフ・マルキス、エリク・クラース、 イーゴリ・ドロノフ、アレクサンドル・ラザレフ、ビタリー・カターエフ、ギドン・クレーメル、マーティン・ブラビンズ、クリストフ・ハーゲル・ラの名が挙げられる。演奏団体では、クレメラータ・バルティカやアムステルダム水奏楽団、シェーンベルク・アンサンブル、オランダ・フィル・ハーモニー放送管弦楽団、ニュー・シンフォニエッタ・アムステルダム、モスクワ現代音楽・アンサンブル、ボリ・ショイ劇場ソリスト・アンサンブル、BBC 公共楽団などがある。 アレクサンドル・バスチン・エクス・オリエンテ38コンポーザーズ・フロム・ザ・フォーマー・ USSR、フィリップ・ガーシキビッチボリス・タシェンコレオニード・グラボーブスキーアレクサンドル・ナイフルビラディスラブ・シュートアレクサンドル・バスチンアレクサンドル・ラスカトフセルゲイ・パボーレンコエディテッド・バイバル・レア・ツェノバイングリッシュ・エディション206ピアニッシモミュージック・イルス ISBN3 から928864から92から0。ありがとうございます。